美和武秀は、日本の競争馬、シュ馬及び功労馬。前アニには、中央競馬クラシック三冠馬、成田ブライアン、半アニには、菊花賞など、GI 三勝をした美和早秀がいる。1997年秋の京都競馬でデビュー。初勝利はデビューから3戦目の未勝利戦。未勝利勝ち後はなかなか2勝目を挙げることができず、春のクラシック路線には間に合わなかった。 ようやくの2勝目は、日本ダービー後の中京での500万した特別であげる。続いて、ラジオ短波賞に出走し、1分45秒6の高タイムで重賞初勝利を飾る。その後、国ら記念で、初の小馬との対決、後方から追い込む競馬で3着と検討。その後、秋に向けて調整がされていたが、脚部不安を発症しそのまま引退。 兄たちの偉大な記録に追いつくことはできなかった。引退後はその決闘背景から種ボバとなる。現在のところ目だった活躍場は出ておらず、2005年には種ボバとしても引退となった。その後も、ヤシロ大スタリオンステーションハギブセで功労場としてつなぎをされていたが、2007年に小西明牧場へ移動し、2008年からは、 北海道中川郡池田町の日田牧場にて、つなぎをされていた。種ボ場引退後、奇病により一時生命の危機に陥り右目を失明。奇跡的に回復したが2020年2月18日、北海道猿郡ビラトリ町の姿牧場で成去。25歳を打つ。ABCDEF、ビワタケヒデシス、98年ラジオ短波小生離れたブライアン。 全弟で25歳。スパニッキーアネックス、スポーツ日本新聞社。https、www、スパニッキー COJP、ギャンブル、ニュース、2020、02、22、記事、2020万 221S00048628000、Chtml2020 年2月22日、閲覧。ありがとうございます。